は日本の司会者、ローカルタレント、会社役員。本名、秋元義弘。滋賀県出身、トークイング所属。1966年9月に弟子入り、1967年4月から関西を中心に活動している。京都市在住、大型、滋賀県甲賀群港町生まれ、父親は警察官、4人兄弟の末っ子、 小学校3年生まで、伊香群木本町で育った後、1959年、4年生の時に、大阪府河内市花園に引っ越す。花園小学校卒業、河内市立河内中学校を経て、近畿大学附属高等学校卒業。1972年3月8日、結婚。同い年の妻との間に一七あり。 身長1 7 2トル、4 8ラム、脅威7 8トル、靴のサイズ2 5トル。学生時代から漫才が好きで、友人と素人参加の演芸番組などに出演していた、出演した番組では司会だったのが、漫画トリオ、審査員が横山円達、花火師あちゃこであった。 その番組では審査員の評価は得られなかったが、友人が番組終了後横山ノックに弟子入りし、横山のラリ・クラリでデビューしたために、自身も他の友人の紹介で、高校3年生の1966年9月に漫談家の滝明に弟子入りしヶ月に通い始める。弟弟子に991と村上正子らがいる。 師匠とは違い漫談ではなく主に演歌や歌謡歌手の司会、ラジオテレビのタレントを中心に活動。32歳まで、京阪森口市駅前のクラブをお取り、堺のミュージックレストランは、ゴロモでのスクールメイツの司会、総江門町のクラブ南などでの司会が生活の基本だった。独特の話術が特徴。まくれが好き。男の日傘を推進している。 2006年4月下旬の野外イベントで花粉症になり性質が変わった。5つのクリニックを回ったが治らなかった。中学3年生の時に弁論大会に出て暗黒大陸、もしこの世に新聞がなかったらというタイトルで5分間ほど喋って優勝。原稿は姉がすべて書いた。海平和のファンで、特に海平がケースポでする投げキス、スポッチが大のお気に入りで、 滝通ルは毎週欠かさずテレビの前で海兵の投げキスを自身の唇でしっかりと受け止めている。青木愛の大開脚も大好きである。KBS 滋賀の会会長。かつての KBS 滋賀時代を懐かしみ今後の KBS 滋賀はこうなってほしいという毎年6月に開催する会。2012年の参加者は滝、小福帝公平など4名。2013年の 参加者は3名。2015年の参加者は滝、小福亭白恵、小池ゆか、ディレクターと、妻、ミキサー。ほかほか。ありがとうございます。